こトントコイトとアシスタントのくちゃんです。はい、今日もこの2人でやっていきますよ。今日は2月の4日木曜日です。はい、今日は皆様に非常に残念なお知らせがあります。はい、僕のインスタグラムやYouTube で皆様にご覧いただいておりましたディスタントドラマス、バラの害虫被害によって枯れてしまいました。本当に残念です。とっても綺麗で良い香りのディスタントドラマス、皆さんに今までご覧いただいておりましたけども、とうとう枯れてしまいました。もう本来であればこんなものは YouTube に動画投稿しようかどうか迷ったんですけども、やっぱりこういう恐ろしいバラの害虫被害こそ皆様に共有して情報を提供していかなきゃいけないなと思って、ちょっと残念ですが動画を撮っていこうと思います。はあ、本当に残念だね、くーちゃん。本当に残念。とっても綺麗でいいバラだったのに。はい。まあ、本当に残念なことなんですけども、なぜかというような原因を探っていきながら、はい。同じくカミキリムシ被害に遭ってしまったヘレン、僕は新しく買ってきましたので、そのヘレンの苗をそこに植えていこうかなと、土壌改良してそこに植えていこうかなと思います。はい、それなんで本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こちらが残念ながら枯れてしまったディスタントドラムス。はい、非常に残念です。あ、本当に綺麗なバラだったのに残念だね、くーちゃん。本当に気づかなかったです。冬は分かんないですよね、葉っぱも落ちますし、剪定した後だとどうかなあれって気づいた時には枯れている。非常に残念です。はい、そこで皆さんと検証していきたいと思います。カミキリムシ産卵防止ネットやっておいたんですけども、その前に産みつけられてしまったのでしょうか。ここの、はい、しっかり調べたんですけどね、知らない間にここ、どうやらここに、完全にもう枯れてますね。どうやらここにカミキリムシに入られた跡があるんです。いかがでしょうか。もう完全に枯れてしまっておりますね。残念です。完全に食い荒らされてます。もうこうなってしまったらもうバラはもうなすすべがありません。あー、もしかしてカミキリムシの幼虫の死体が出てくるかもしれませんね、これ。もう食べるもんもないですから、これ。うわ、衝撃映像です、皆さん。閲覧注意です。いきますよ。うわ、いやー、出ました。やっぱりいました。うわー、もう閲覧注意です。もう地獄絵図です。
うわ、大きいです。ふわ、とんでもなく大きいです。いかがでしょうか、こちら釣っておりますでしょうか。これカミキリムシの幼虫です。この衝撃映像映ってますでしょうか。完全にやられました。そしてこのカミキリムシの幼虫もほとんど食べるものもないんで、こんな感じで動きが止まってますけども、寒いのか食べるものがないのか、こんな感じで動きが止まっております。出ました、カミキリムシの幼虫、巨大です。これではバラもたまったものではありませんね。本当に恐ろしいカミキリムシ、ゴマダラカミキリムシの幼虫被害、皆さんも気をつけてくださいね。はい、では落ち込んでばかりはいられません。先ほどのこちらの鉢にヘレンのこの大苗ですね、この子もカミキリムシにやられてしまった子ですけども、新しく買ってきましたよ。カミキリムシリベンジコーナーというところでしょうか。はい、またこちらのヘレン、まあ、ディスタントドラムスもいいバラなんで、また購入してこようと思いますよ。それでこういう土、もう去年は困ってました。どうしようかなと。こんな土が毎年出るようではもうちょっとガーデニングやっていけないなっていう事態に陥ってしまうので、もうやはりこういう土は土壌改良して使っていくしかないかなと。もう今回はあえて消毒しずに、もうこのままち
煮沸堆肥、まあ、土壌改良剤などいろいろあると思うんですけども、僕はこの今回煮沸堆肥というものを使ってこちらですね、地植えの方にも使いましたけども、この茶堆肥を使って土壌改良してそのまま使っていこうと思いますよ。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。ディスタントドラムス、本当に皆さんにたくさん見ていただいてたんですけども、本当に残念な感じになってしまいましたね。くーちゃん、かわいそうだったね。でも皆さんの記憶、はい、YouTube の記録には残っておりますし、僕もあの綺麗なディスタントドラムスは忘れません。また新しく買ってこようかとも考えておりますよ。カミキリムシの被害は怖いですね。皆さんのバラ栽培の参考になれば嬉しいかと思います。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね。また見てね。何それ、トトロだよ。相当のジブリ好き。